すごい。すごっ、もうサクサクやで、インターネットでしょ、そうでしょ。なんだっけ、やっぱこっち開けただけで音がすごい入るな外のブーン、セミの声風流、もういいか、季語だ季語、本当に開けた方がいいと思う。はい、イズさん、なんで来ない、来ない来ない、来ない、おいやめて喋って来ない。皆さんおはようございます時刻は7時35分を回りました。なんでかな、私の担当する日に限って機械の調子がちょっとおかしくなっちゃうんですよね。気を取り直して、ですね、日にち、今日は6月28日ですよ。モーニング8、これから生放送でお届けいたします。宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野のスタジオから私ミノがお送りしております。聞こえてきた聞こえてきた、始まった来ない、もうこの曲が鳴らないと始まった気がしませんよ続きましょうね。ですね、去った土曜日にビーチパーティーをやってきまして、はい、私その日一日中晴れだと思ったら、いやいやと、もうスコールみたいな雨が 3,4 回ぐらい降ったり止んだり降ったり止んだり繰り返して、はい、もう土砂降りの中、うん、お肉を食べいろいろ頬張ったりしたんですが、まあ、最終的には晴れたんですけどね。私はですね、海空公園でやってきました。はい、目の前に一応海はあるんですけどビーチではないので、ちょっと行ったところに、歩いて行ったところにビーチがあるっていう感じで、はい、行ってきたんですが、ですね、知り合いの方のお子さん家族も連れてきてたんですけど、その子供と私もうものすごい遊んで、もう鬼ごっこだとか一緒にビーチ行って面倒見たいだとか、しまいにはもうトイレ行きたいとか、もうもう抱っこしたり振り回したりで腕筋肉痛でした本当に。うわー、親すごいなって思いながら、でも子供って可愛いね、もう何言われても私許せる、どんなわがままでも全部付き合ってましたその一日だけだと思ってたんで。あ、そっか。はい、楽しかったですよ、うん、皆さんもね、今からですよね、きっとビーチパーティーは、うん、楽しみですね、いっぱい楽しんでくださいね。この番組は皆様からのリクエストやメッセージで成り立っています。はい、今日のメールのテーマ、寿司はい、エコー間に合った、ありがとうございます。寿司ですね。皆さん寿司ってどんな時に食べますでしょうか。ぐるぐる回るお寿司よく行くと思いますけど、いやいや回らないお寿司もう行くんだぜとか贅沢するぜとか、寿司にまつわるあなたの熱いエピソードをお待ちしています。もちろんフリーやメッセージ、リクエストもお待ちしています。よろしくお願いします。メールアドレスが797@fmginoan.com 797@fmginoan.com、 また FM ギノアンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信していますよ。もうね、こちら FM ギノアンって検索するだけで簡単に見ることができますので、何のもう複雑な操作は何もないです。ぜひぜひチェックしてください。それでは今日のオープニングナンバーに行っちゃいましょう。今日のオープニングナンバーはですね、結構前の曲なんですよね。はい、皆さん絶対聞いたことあると思います。絶対聞いた、あれか、多分聞いたことあると思います。行きましょう。 What's up? Four Non Blondes。 ダメだ、 CD が1個ダメだ。
ダメだ。すごい、本当にこれ開けただけですごいな。すいません、私の声が汚くて。嘘、はい、そっちに、うん、そうそう。音楽は来てます。なんで不思議だね。はい、音楽は来ている。あれ、一個帰ってみる。あの、違う、あれちゃんと来てるよ、声は。あれ、あーって言ってみて。あー、うん、来てる来てる。あの、ヘッドホン帰ってみて。あこれでやって無理だったら、ちょっと。あ、わかる、これわかります。うん、ふーふーでしょ。はい、聞こえるかな。私の声わかんない。な、聞こえない。みんなおはよう。みんなおはよう。めっちゃサクサク、すごい。感心するぐらいサクサクした。そう、新しいの買ったよ。すごい。お金ないっす。あー、欲しいですね。欲しい。綺麗。私の彼がもう今年一人暮らしするんですけど、今アパートを私探してて、うん、もうなんか、もう反動性みたいな感じであると思うんですけど、うんうんうん、なん、私アパート住んだことなくて、うんうん、住もうと思ったこともなかったんで、うん、どれぐらいかかるとか、はいはいはい、お金ね、敷金、礼金とか、うん、そんなのも分からなかったんですよ、うんうんうん、家賃だけ払えばいいと思ってたんで。あ、引っ越し費用が分からなかったんで。はい、意外とかかるでしょ。はい、びっくりしました。だから敷金、礼金の値段も見て、うん、え、こんなにかかるのって。そうなんですよ。大変なんですよ。アパート暮らしは大変だなと思って、うん、みんなすごいと思いました。Let's go back home. We're not saying hey, yeah, 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 yeah. I say hey. What's going on?手拍子やって、ライブみたいな。Yeah, yeah, yeah. I say hey. What's going on? セミの声が聞こえる。名古屋は梅雨でセミの声は聞こえましゃーんって。やっぱ聞こえるんだ。ねえ。いいでしょう。風流でしょ。すごいですよね。うん。ついでにって、ついでに、こらこら、うらやましいって。内地の雨大変ですよね、今。大変。すごい豪雨、雨量が半端ない。今日はいつにも増してニューのかわいい。あーざーす。ベッキージラーです。ジラーです、本当に。すいません、ちゃうわ。何もジラーでもない。
こっちから見えるお天気も一応言ってね。はい。最後に。OK。時刻は7時44分を回りました。 79.7 メガヘルツ FM 議論よりお天気そして道路交通情報をお伝えします。まずはお天気からです。本日6月28日、よいしょ、沖縄地方は太平洋高気圧に覆われおおむね晴れて晴れており、にわか雨の降るところがあります。降水確率朝6時からお昼までが 20%、 その後夕方も 20% なんですが、その後ですね、夕方から夜中 10% となっています。日中の最高気温今日はなんと33度。暑いな。でも今日朝起きた時はなんかいつもよりは涼しいかなってちょっと思ったんですけどね。そうでもないのかこれからなのか。そうかそうか。南の風晴れ、ところにより昼前まで雷本当ですか。波の高さは 1.5 メートルとなっていますよ。沖縄本島地方では28日昼前まで発達した積乱雲の下での雷や突風、急な強い雨に注意してください。なるほど、そういうことですか。わかりました。以上お天気をお伝えしました。こちらから見えるお天気なんですが、今は晴れてますね。波の高さ 1.5 メートルと言ってたんですが、そんなに白波も立っている感じはなく、聞こえますか、セミの声。セミも元気に熱唱してますよ。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道からです。現在沖縄自動車道、事故や渋滞の情報は入っておりません。ですが、ですね、沖縄自動車道下り、宜野座インターチェンジ付近、宜野座インターチェンジ、許田インターチェンジ区間ですね、この間工事中のため第一走行規制となっております。下り宜野座インターチェンジと許田インターチェンジ区間、工事中のため第一走行規制がかかっています。そしてこちらも沖縄自動車道上り、山里 BS 付近、バス停付近、山里バス停付近、工事中のため規制中となっています。多いですね、工事中。皆さん前方に注意して運転してください。続いて一般道路です。現在一般道路58号線南行き、牧港で一部渋滞発生してますね。そしてなんといつも前原から王者のまでの道が渋滞発生しているのが今日はなしでございます。この時間ね、空いてますね。今日はいいですね。全体的に見ても今日は空いてますが、酒田から阿波までの道、こちらは、いつも通り渋滞ですね。あっちゃー、あーちゃだった、あーちゃ、あーちゃ、あーちゃ、いつも間違える、あーちゃごめんね、あーちゃなんでですかね、天気がいいからこんなについてるんですか。わからぬ。夏休み早いですね、いいな私にも夏休みないかな以上、道路交通情報をお伝えしました。時刻は7時48分を回っていますよ。 79.7 メガヘルツモーニング8お送りしていますよ早速メッセージ紹介しましょう。今日の1通目、いいですね。今日もお菓子のギーのトランボーンです。おはようございます、マテーシミノスさん &FM ギュナの山内さん。今日も蒸し暑い中、朝早くのご出勤ご苦労様です。嬉しいね、この言葉嬉しいね。今日のテーマ、もしあなたが好きという心の好きという心の感情に色をつけるとしたら何色ですかということで、皆さん選挙には行った方がいいですよ。話変わり、ライトグリーン蛍光色かな。自分がつけるとしたらアスレッドスが色のつき始めたレモンのような甘酸
酸っぱくてキラキラ輝いている感じ。ミーノさんはピンク色、ウッチーさんは情熱の赤色かな。リクエスト、桜田敦子さんの、純子さんの三色スミレをお願いします。後で、OK、後で。今日のテーマ変わってるけど、この質問には答えたいな。あなたが好きという心の色に、心の感情に色をつけるとしたら、うん、なんだろう、なんだろう、金、金か黄色。金か黄色だな。さすが。はい、テンション上がる感じがしますね。違う、今日のテーマ寿司です。すいませんね、ギーのトラマンさんでもメッセージありがとうございます。寿司、なんでこのテーマにしたかっていうと、私日曜日寿司屋さん行ったんですよ、久しぶりに。なんとぐるぐる回ってないところに行ったんですけど、でもリーズナブルなところなんですよ、安いところ。はいはいはい、って20貫で1980円。あ、安いですよ。本当に安いんですよ。雰囲気もすごくいいし、しかも1980円で20貫でドリンクがついてくる。アルコールでもいいし、ソフトドリンクでもいいし、おすすめなんですよ。これはね、松島のところなんだよな、那覇市首里。何、今那覇バカにしたんですか。何ですかその言い方。じゃあ私那覇市民ではないですけど、そういう言い方許しませんよ。 ご近所なんで。那覇市に逆らったら何が起こるかわからないから。大丈夫、うん。あと一つ紹介しましょうね。グッドモーニングのワン、ハイミーノ&山内。僕の休館日はいつですか。毎日飲んでるひふみです。ごっくちょんして、寿司。この時期暑くて食欲落ちると昼飯に寿司食うね。そう、つってもスーパーのよ。家族に内緒で食べるだけでまいう。この気持ち、家庭持ちの山内ならわかるでしょう。ひやみかち東北、ひやみかち九州。わかる。寿司食べるんですか昼から。食べない。本当は。本当はなんでそんなんですか。食べたくない。ああ、そういうことですか、うん、私も確かに食べたくなるかも、ね、コンビニ最近よく行くんですよ、うん、コンビニのコーナー、あのおにぎりのところに巻き寿司とかあるじゃないですか、うんうん、手伸ばしたくなる。わかる。わかります、うん、私納豆巻き好きなんですよ。あ、でもコンビニで食べたらさ臭いじゃん。そんな後歯磨きしないといけないから我慢して食べてないのよ。大丈夫、大丈夫じゃないよ。でもこの気持ち皆さんわかりますよね。ちょっとくらい臭い方がいいんだよ。ちょっとくらい臭い方がいいって。無理だわ私。もうそんなもう女子力下げることできない。自らのね行動で。ほらもう曲も止まっちゃったよ。ということでお送りしましょう。お次いいですね。ディープファーベスト、ディープフォレスト、パシフィーク。もう夏ですよこの曲。夏っていうかフォレスト、南太平洋ですよ。そうなんですか。はい、パシフィーク、松島、その寿司屋、はい、いいなぁ、琴寿司っていうところです。うん、見た目はてか、なんかこの目立った看板もないんですよ。うん、どの辺、あの私立病院のところ、私立病院から三築寿行く道、わかりますか。うん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 、私立病院出て、うん、あれ三築寿って読むんだ。はい、今まで読めんかったやつか。この三築寿に下る道を入って、うん、何メートル、20メートルぐらいのところ行くと右手に看板一つだけかな、うん、出てるんですけど白い建物で、うんうん、入り口もなんかちょっと隠れ家的な感じで、なんていうんですか、琴寿司。琴寿司とっても美味しい。美味しいし、私ネタが大きいのあんまり好きじゃないんですけど、うんうんうん、シャリとネタがちょうどいい大きさなんですよ私にとって。ほら、ミーノなら納得臭くても OK ですって。無理です私が。
終わっちゃった。こんな感じです、なんか。あ、いい感じ。わー、いいね。すごいんですよ。あとで水飲んでくる。三竹寺より夢の屋、これ。ひふみさん、うまいの？つけ麺。これ最近うどんがね、年取ってから好きになってきてるんです。日本バレーボール協会は27日、リオデジャネイロオリンピックの女子日本代表12人を発表し、うるま市出身のザヤス・コトキ選手を初選出しました。県勢のリオオリンピック出場は、自転車男子ロードレースの荒城幸也、内間航平、重量挙げの糸数陽一の3選手に続いて4人目です。素晴らしい。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずは沖縄タイムス総合面からです。バレーザヤスオリンピック代表。日本バレーボール協会は27日、リオデジャネイロオリンピックの女子日本代表12人を発表し、うるま市出身のザヤス・コトキ選手を初選出しました。県勢のリオオリンピック出場は、自転車男子ロードレースの荒城幸也、内間航平、重量挙げの糸数陽一の3選手に続いて4人目です。続いて沖縄タイムス社会面からです。この貧困基金配分決定。2016年度からの6年間で30億円を取り崩す県子どもの貧困対策推進基金のうち、県は27日までに総額27億円を割り当てる41市町村ごとの交付金額を決定しました。各市町村の一律の均等額300万円に加え、児童人口などの指標を踏まえた基本枠は、那覇市が最大の4億3434万円です。特別加算も設け、学用品や給食費などを補助する就学援助を充実させた自治体の実績などに応じ、19年度以降に追加配分します。続いて琉球新報総合面からです。県観光収入6000億円超え。県が27日に発表した2015年度の観光収入は6022億1400万円で、3年連続で過去最高となり、初めて6000億円に到達しました。入域外国人客数の大幅な増加が全体を押し上げました。観光客1人当たりの県内消費額も 1.9% 増の7万5881円で、2006年度からの年度統計以降過去最高となりました。おしまいに琉球新報経済面からです。開放総研調査、11から15年 25% 増。開放総研が27日に発表した県内の不動産動向調査によると、2011年を100とした場合の15年のマンション供給戸数の増加率は 25.5% で、全国1位となったことが分かりました。11年時点でのマンション着工戸数は1220戸だったが、15年は1685戸で、年間着工戸数が465件増えました。消費税増税前の駆け込み需要があった13年の1542戸を超えており、改めて住宅市場の活況ぶりが鮮明となりました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。桜田純子、三色すみれ。続いて、チラガン十年。はい。
白眼獣の前、あれで行ってくださいね。はい。みーの蝉の声に負けるなーって。負けなーい、ね、頑張る。なんでラーメンからそばに変わるんだ。うどんとか。うどんは好きじゃない。好きは、まあ、ラーメンとうどんが2つあったらどっち食べる。ラーメン。やっぱりこれね、もう年取ったら迷うわけ。言うたら私うどん屋さんでバイトしました。私はラーメン一択だった。今日うどん食べようかな。いいですね、うん、わかめうどんは好き。じゃあ行きますよ。はい、よっしゃー、朝になってるよ。8時だよ。皆さん起立、体操しましょう。今日の洋服面白いですよ。ん？今日の洋服。ほら。本当だ。セミみたい。え？やめてもらっていいですか、ちょっと。はい、じゃあ、またあれだね。怒られるね。すごい、これもしかして防音のカーテンですか？そう。筋肉痛してるから痛いよ。頑張ってください、皆さんのために。イエイエイ。あ、気持ちいい。あ、それじゃあ始まりますみたいな。はい。筋肉つけよ筋トレで。ということで、モーニングエイト8時台始まります。セミの羽じゃないよ。海行きたい。海行きたいですね。なんかぼんやり海行きたい。何があったんですか。いろいろあるわけ。シュノーケルしたいな。いや、そんなこと言ってる場合じゃないね。頑張らんと。はい、行くよ。皆さん、おはようございます。モーニングエイト8時台始まりましたよ。宜野湾市急な宜野湾ヒデズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオからモーニングエイト火曜日担当のミーノが生放送でお送りしています。イエイエイ、よいしょ。もうね、セミの声が私の後ろからコーラスとして流れているんですけど、ツイッターの方でもセミの声に負けるなという声が届いてますが、今日格好もね、今日の格好も何ですか。セミ意識してはないですね。今日私の着てる服が、お兄ちゃん、私のね、お母さんが週末東京に行って、でその東京にいるお兄ちゃんと買い物した時に私のお土産で買ってきてくれたものなんですよ、洋服。前はなんだろうな、 T シャツみたいな長さなのに、後ろがまるでワンピースを着ているかのような長い、ね、そのアシンメトリーっていうんですか、うんうん、前と一緒にちょっと長さが違うんですけど、これを山内さんはセミみたいだねというふうに言いました。もっといい例えあるでしょうと思って。確かに。確かにね。何これ、新しいなんかチャイナドレスみたいな感じの、なんかこっちもっと違うやつの。
もっとこう言ってくれればいいのにさ、うん、セミって、うん、何も可愛くないさ台無しですよもう、ね、うん、っていう感じでこんな感じで FM 技能は朝を過ごしてますけど、はい、今日のテーマは寿司。ありがとうございます。寿司、私寿司ね、好きは好きなんですけど、ちょくちょく行ってるけど生ものが苦手で、寿司屋さんに行ってもマグロとイカしか食べれません。残念なことに。残念。私自分で分かってるんですよ、うん、これは分かってる。え、イクラもウニもダメなの、エビもダメなの、聞かれます。ダメですね。でも寿司好きって言わせて言わせて一応マグロとかイカだって寿司でしょ、出た、生もの乗ってるから。当たってますよ卵も食べれます、卵も食べれるよ、うん、まあ、大丈夫。子供ですかわさびもつけて食べますよ、大人だから、うん、わさびつけるじゃん、あれ量も難しいですよね、寿司って。ツーってくるのがいい、わかる、ツーってくるのがいいんですよね、わかる。多すぎてもちょっと怖いんだけどな、わかるわかるっていう感じで、皆さん寿司に関するメッセージどんどん送ってきてください。メールアドレスが797@fmgnan.com 797@fmgnan.com です。この番組は皆様からのリクエストやメッセージで成り立っております。よろしくお願いします。この後のモーニングエイト、お天気、そして道路交通情報をお届けします。その後に今日ミノリズム観光についてお話しした後にメール紹介していきましょう、どん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 。そして突撃朝ごはん教えてのコーナーもありますよ、楽しみにしていてくださいね。それでは8時台の1曲目お送りしましょう。銀のトロンボンさんからのリクエスト、桜田純子、三色すみれ。渋いな銀のトロンボーンさんのリクエストはリズムを変えるからいいね渋い、一旦リセットできるリセットできる。何、マグロとイカしか食わんわけ。はい、それで寿司のテーマにするってすげえな。でしょ。あれはいろいろ食べてみた、白身とか。あ、一応なんだろうな、刺身としてサンマも食べたことあるし、うん、サバは、サバも食べたし、生臭いですね。新鮮なのは美味しかったです。あのタイとか白身魚も、まあ、食べたことはあるんですけど、うん、あのさ、デージュ米刺身出す居酒屋があるわ、はい、ないし、へぇー、味教えるよ、いいですね、行って食べして、来たい来たい、めっちゃうまいよ。そんなにですか。マグロがね、めっちゃうまい、決まりやな食べて、びっくりする。お水一杯飲んできていいですか。どうぞ。ミーノがいない間にちょっとミーノの噂話していきましょうか。はぁ、あ、触り口言わんだよう。ちなみにもさ、あれだよ、寿司屋であんま食べない、なんだろうね、俺とか結構チャレンジするんだけどな。はい、みんな来た。ちょっと悪口やめようね、今ね悪口言ってないですよね寿司の話だったじゃないですか、今。俺結構チャレンジするわけ、新しくおすすめみたいなのが出てたらもうそれを結構行くわけさ、貝とかも。あ、すごい、私全然そういうのダメな人。アナゴもダメ。ダメなんだ。貝もダメ。タコもダメ。タコもダメ。ダメ。サーモンもダメ。サーモンもダメ。ダメ。何を食べるのじゃ。食べれないわけじゃないよ食べれないわけじゃないんだ。めっちゃうまいイクラとかウニとか食ったことある、高い。あれはうまい。でもどんなかな。無理、いくら食べたことあるんですよ、私、うん、ダメでした。そう、いくらめっちゃうまいよ、ね、
時刻は8時9分を回っていますよ。 79.7MHz FM ギノアよりお天気そして道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からです。本日6月28日火曜日、沖縄地方は太平洋高気圧に覆われ概ね晴れており、にわか雨の降るところがあります。降水確率朝6時から夕方6時までが 20%、その後夕方6時から0時までが 10%。 日中の最高気温今日は33度まで上がります。暑いですね。南の風晴れ、ところにより昼前まで雷、波の高さは 1.5 メートルを伴います。雷と聞いておやおやと思った方いるかもしれませんが、沖縄本島地方では28日昼前まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してくださいとのことです。マジ、はい、でも今の天気からするとですね、 FM ギノアの上空はもう晴れてます。雲もポツポツとある感じで、上の方は風が強いのかな、雲の流れがはっきり分かりますね、ここからでも。うん、波 も海もね、綺麗、真っ青な海ですね今日。綺麗、海に行きたい、行きたくなる天気だ。なんて清々しいんだ。いいですね山内さん。シノケリングしたい。シノケリングしたいですね。こんな風に思っている方今日多いんだろうな。続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道からです。現在沖縄自動車道事故や渋滞の情報は入っていません。沖縄自動車道の下り、木の座インターチェンジと巨大インターチェンジ区間、この間で工事中のため第一走行規制となっています。そしてこちら沖縄自動車道上り、山里バス停付近、工事中のため規制がかかっていますよ。前方に注意して運転してください。続いて一般道路です。先ほどそんなに渋滞は発生しないように見られましたが、今はどうなっているでしょうか。58号線南行き、牧港からぐすくままで、そしてあじゃ手前で渋滞が発生しています。南行き、牧港からぐすくままで、そしてあじゃ手前で渋滞が発生しています。北行きは渋滞見られませんよ。そして前原から王者内の道来ましたね。いつもの通り渋滞ですよ。そしてアハチャから言えました、アハチャから坂田、こちら上下線とも混雑しています。渋滞ですね。この時間からか、本格的に混むのは。私なかなかこの時間帯に那覇とかも行かないからわからないんですけど、ここでこう毎週火曜日お伝えしてると、あー、私が那覇に行くときはこの道通ろうっていうのも分かりますね。絶対にゴーパチは通らないですね。そうか、もう間の道も難しいな。でもなんかこうどっから行こうかなっていう考えるのも私結構嫌いじゃないんですよね。うん、渋滞を回避してる感じですよ、はい、じゃあ皆さん今日頑張ってお仕事いってらっしゃい。やったな。時刻は8時13分を回っています。 FM ギノワンからモーニング8火曜日のミーノーがお送りしています。よろしくお願いします。メッセージ紹介しましょう。ネームギマですよ。はい、おはよう。ミーのネームギマですよ。今日のテーマ寿司。寿司といえばお祝いの時に食べることが多いね。好きなネタはマグロやサーモンだね。超おいしいよ。ミーのは何が好きな。ミーの超寿司好きそう、いくらでも食べそう。ミーの当たってるね。それでは濃いミーのまたねって。残念、マグロは好きですよ。サーモンダメ、いくらもダメなの。
なんでかな、サーモンってパッと見ちょっとマグロに似てる時ありますよね、うん、私小学生の時にサーモンの存在分からなくて、あのサーモン見た瞬間にこんなにマグロがいっぱいあると思ってめっちゃ嬉しいと思って一つ取って食べた瞬間ですよ、うん、なんだこれはと思いましたねマグロじゃないってそしたら隣にいた友達が、うん、サーモンだサーモンおいしいって食べてたんで、サーモンかこれはと思って、なんじゃらともう忘れやしない、その時に私サーモン覚えましたから。あー苦手なんだよな、一応食べたことはあるんですよ、食べたことあるけど食べた上で苦手と言っていますので。最近食べた？何サーモンですか？サーモン最近は食べてないです。最近食べてごらん、味覚変わるよ。変わりますか、うん、それはあるかもしれないですね。全部食べてみる。イクラはちょっと前に食べました。じゃあ食べたら、まだ私にはウニは、ウニ、ウニもちょっとダメダメダメですね。サバ、サバは、まあ、食べれはしますけど好んでは、うん、最近食べた？最近食べてない。じゃあサバも食べてみるじゃあその山内さんが言う沖縄市で美味しい寿司が出てくるっていう居酒屋教えてください。これは私絶対行かないといけないですからね、聞いたらですよね、はい、めっちゃうまい。あと1つ紹介していいですか、行っちゃいましょう。 Hey 山内さん、 Hey ミーノモーニングエイトを聞きのリスナーさん、ミーノチース、おはミーノ、今日出勤時間早いのでテーマに行くな。俺の得意なテーマやわ。今日のテーマ寿司。俺はよ、寿司食べたい時ってよ、車で走ってたら回転寿司屋の前を通ったら頭の中が寿司になってしまうんだぜ。だからよ、月5回はマジ寿司食べに行ってるな。でもよ、俺はもう食べるネタは決まってるんだ。いろんな寿司食べないんだ。好きなネタしか食わねえ。ウニ5皿、つぶ貝2皿、タラマヨ3皿、サーモン2皿、縁側2皿、エビアボカド2皿、カズノコ2皿、絶対寿司食べに行ったらこのネタだけは外せない。ウニ軍艦食べるときはウニのところにわさびつけて、わさウニわさびしたら鼻ツンツンしながら食べたら最高、以上だって。やっぱわさびのお話出てきたね、出てきた出てきた。わさびはさ、なんだろうな、お家でもそうだけど種類によって全然辛さが違うじゃないですか、うん、ちょっとつけたらものすごいツーンってするのもあれば、あれおろしじゃない、おろしだからですかね、うん、なんか刺身屋さんで買うわさびは、ついてくるわさびはあんまり辛くないんですよね、うんうんうん、だから調子乗って結構つけるんですよ、自分でも信じられないぐらい、こんなにつけて大丈夫かな私みたいな。でもあんまり辛くない、半分ぐらいでしょ、うん、そう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 、半分ぐらい、山の半分、そう山の半分ぐらいパーンと取ってパーンってつけてパーンって食べるんだけど、おや私辛いの得意になったかなって勘違いするぐらいね。美味しいよねわさび。昔はわさびも食べれなかったんだけどな。そして AKB ファンさん、こんなに種類食べれるんだね。普通だよ。違う、普通なのこれ、これ普通なの。ウニもつぶ貝もタラマヨ、タラマヨ、サーモン、縁側とか。はー、タラマヨどういうことか、タラマヨ、タラコマヨネーズ、タラコマヨネーズじゃないですか多分、わかんないですけど。はあ、いいですね。そして月5回はちょっと多いな。でも回転寿司だからリーズナブルですから、今一皿100円とかあるじゃないですか。それでも高い、それでも高いですか。ああそうなんだ、ね、AKB ファンさんお金持ちかね。ああいいですね。ああじゃあ今度寿司お願いします差し入れ、金だけもある、うん、マグロ、マグロ、私マグロお願いします。じゃあリクエストいっちゃいましょう。ヒフミンさんからのリクエストです。フュージーズ、キリングミソフトリーこれなんだ、うん、なんで読みにくいって言ったよ。また違います、これに隠れて見えない時があるんですよ。読みにくいなわ、字が汚いから。
普通の子は俺あれだな、好んで食わないな。数の子ってこんなちょっと三角形みたいな、うまいけど、あめっちゃヨーヨーめっちゃヨーヨ ー, ヨ ー, ヨーなんだ。本当だ。寿司のイカがなぜ切り目が入れてある理由、なんでなんでイカがなんで切れ目入ってるの知りたい。おはようございます、アイディアマスオさん、ケンタロウさん、あ、ケンシロウさんだ、ケンシロウさん仕事行っちゃった、うん、いってらっしゃい。読めねえよって言ってやる。ああごめん、俺のことか。ゆたいもり、アイディアさんすぐあるかな。そうなの、内緒だよってこれ完全にオンレコですね。規制値を抑えている。どういうこと、ね、規制値を抑えそうか。でもあれ好きなんだよな、イカのイカとシャリの間にシソの葉っぱ、あー乗ってるやつだ、うん、あれ好きなんですよ、はいはい、魚倉っていう寿司屋さんが家の近くになった時に、うんうん、イカの種類が2種類ぐらいあって、うん、アオリイカと普通、また別の、うん、アオリイカがものすごい美味しくて、私は魚倉のおかげでイカが食べれるようになりました、うん、でもイカとマグロってまた変わった組み合わせだね。そうやだね。そうですか、うん、なんか癖がないじらわしてイカは一応癖あるさ、うん、食べれるんじゃないかやっぱり。食べるのかな、食べれないじゃんそんな言ったら。イカの皮と身の間はかなり、そうなんだ、わイカも無理だな、寄生虫って。あ、でもいける、今まで何回も食べてるんで、いけるめっちゃいける抵抗はもついてますねそういうあれじゃなくて、ほらうじゃうじゃあのイカの味ってもう寄生虫の味ってしか思わないからもうやめてそういうのますます私食べれるネタ減るから唯一食べれるのがこの2つですから今は本当に沖縄の特別なネタありますかって。ないんじゃない、特別なネタっていうかイラブちゃんイラブちゃん私にするかするかもね、わかんないですけどないんじゃない。まず沖縄ならではの寿司屋さんがないと思います。マスオさんとか詳しそうだけど、うん、どんなかな。Softly with this song, take my whole life. じゃあ今日は何の日で CM 行きましょうね。はい。なんかね、丼に乗っている海ぶどうみたいなのありますよ。うん。寿司は見たことないな。ありそうだよね。ありそう、ね、うん、そうですね、海ぶどうの丼はあるけど、時刻は8時23分、あー今24分だった8時24分待っていますよ。沖縄手帳を今日開いてみますと、今日は6月28日、旧暦の5月24日です。満潮時刻午後1時2分、干潮時刻が朝7時9分と
夜の7時15分となっております。そして得意の、私担当の日はですね、こういう日が多いです。何もない何もない、火曜日だから、はい、至って平和の日だったそうです。はい、でもね、この、 あの沖縄手帳っていうのは1週間の日にちが1ページに全部出てるんですけど、もう7月の欄が見えてますよ、うん、当たり前だけどさ、6月は何?30日までしかないから、今週の金曜日からもう7月突入ですよ、はい、早いですね。あっちゅう間や、もう子供いる人は来月から夏休み始まりますよ。夏休みか、今夏休みの思い出がブワーって蘇ってきたもう宿題の量が半端ないですよね。まず大人の人も見るの大変じゃないですか、正直あんなにあったら。小学生の夏休みの宿題の量って、習字も絵も作文も自由研究もドリルもいろいろあるじゃないですか、うん、見るのも大変だと思うんですけどね。麻生さん宿題見てないって、うん、宿題見てない、あ、いいえな、大丈夫ね、それってことは子供がしっかりしてるんだろうね、うん、そういうことだはずという感じで、あー、もうすぐで7月ですよ皆さん。6月のやり残してることがあったら今週のうちに全てやっておいてください。以上、今日は何の日のコーナーをお伝えしました。電話もう電話すっかけよっか。この2分間の間でかけて一応喋りますみたいなことを言えば大丈夫なんじゃない。こっちからやったら、そっちからやる、メールを、あは、この2分の間のリハっていうのがちょっとよくわからん。どうですか、うん、もうすぐ本番です。で、その後来たらいいよ。もしもし、取らない、もしもし、あ、すいません、朝早くから FM ギノアの又吉と申します。はい、じゃあすいません、この後じゃあ電話室へお願いします。はい、はい、一旦切らせていただきます。はい、男の子だった、うん、あれできる、線、あらららら、テレテテテレテレテテ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 、今日もやってきました突撃朝ごはん教えて。このコーナーは FM ギナンのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけ今日の朝ごはんを教えてもらうというちょっと迷惑な企画なんですが、今日はターマーのお友達でいいのかなに電話をつないでみたいと思います。いっちゃいましょう。あ、かかりました、よかった。はい、もしもし。もしもし、おはようございます。おはようございます。宮城佐伯くんでいいかな。はい、あ、はい、
そうです。あ、はい、どうも FM ギノアンからお送りしてます。はい、はい、またよし、おはようございます。ミーノと言います、はい、よろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。はい、琉球大学のなんと今4年生、はいですよね、はい、そうなんです。すごい、はい、今じゃ就活真っ最中。あ、いえ、というよりはあの、うん、教員採用試験です。あ、そうなんだ。あの、教育学部なんです。はい、すごい、頑張ってくださいね。な、何の先生になるんですか、はい、目標は。あの、小学校の先生を目指してます。へえ、すごい。これターマーと、はい、あ、ターマーから私紹介し、はいはい、してもらったんですけど、ターマーと一体どこでつながってなんですか。あの、法政エイサーっていうあのエイサーのサークルがありまして。ああ、エイサー、はい。ああ、じゃあ宮城くんも一緒にやってるんだ。はい、あ、はい。ああ、じゃあ元彼とかそういうわけではないんだね。 ではないあ、よかった。なんかちょっと複雑な関係があるのかなと思って。いや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 びっくりした。もうよかった、ちょっと楽なった。はい、今日関係です。そうなんだね、はいはい、今日はもう起きてるってことは朝ごはんもう食べたんでしょうか。あ、はい、食べました。ちなみに今日は何を食べたんですか。あの今日弟が弁当なので、うんうん、あのその弁当の詰め合わせの、この余り物って言ったらあれですけど、残り物みたいなもの寄せ集めたものを食べました。え、これは宮城くんが作ったのではないです。ではなくて、そうではなくて、そうではなくて、余ったものを、あのうちのお母様から、うん、あの弟への愛情のこもったお弁当が、はい、あ、そう。え、宮城くんへの愛情がこもった弁当はなかったの、はい、お母様。宮城くんへはその余り物を、余り物愛情の余り物を。長男はね、もう先にいっぱい愛情をもらってますからね、はい、そうですか。今はもう余り物で余ってます。宮城くん、ノリがいいね。いいね、いいね。今日ちなみに番組の中で寿司の話があの話題として出てるんですけど、はいはいはい、うん、宮城くんはあの寿司は好きな方ですか。あ、もう大好きです。あ、そうなんだ。ちなみにた、はい、これちょっと苦手なネタとかある。苦手なネタは、うん、自分あのエビ系がダメなんですよ。あ、そうなんだ。匂い、はい、に味ですかね。味、風味とか全体的に。あ、全体的に、はい、あー、わかるよ、わかる。私もわかる。そうなんですか。自分結構共感されないんですよ、これ。あ、そうなんだ。言われて、はい、いや、私もそんなに生ものはちょっと得意じゃないので。あ、いや、もう自然パンダメじゃないですか。はい、もうあのお気持ちお察しします。はい、わかるよ。じゃあ、え、もうもしかして今からまた勉強があるのかな、この後。ああ、はい、そうですね、学校が授業あります。あ、そっか。はい、今からってことは2限から。あ、はい、そうです。 OK、 頑張ってね。はい、ありがとう。はい、ありがとう、今日は電話出てくれて。はい、とっても嬉しいです。はい、じゃあまた何か機会がありましたら今度はスタジオに遊びに来てください。はい、もうぜひ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、宮城くんめっちゃしっかりしてるね。うん、緊張するって言ってたのね。うん、とってもなんか全然じゃん。うん、いい子でしたよ。しかも面白かったね、弟の弁当の寄せ集めが朝ごはんで。これはあるあるなんですけどね。でもそれでも朝ごはんちゃんと食べるっていうのはいいです。私大学生のとこ朝ごはん食べてなかったしな。うん、そうそう、食べれる時間があったら寝てた。うん、いや、宮城くん教員の採用試験合格できる、頑張ってください。応援してます、 FM 技能のこちらから電波を通じて。以上、今日のとついき朝ごはんでした。こっちさびたん来たー、かっちゃんリクエストね。はい、行け。かっちゃんさからのリクエスト、もう寿司の話題が出たらもうこれでしょ。渋が来たいの寿司食いね。10年前に教員採用試験受かった。そうなの？すごい。10
10年前に採用試験。採用試験って何ですか？教員になれるってこと？採用試験受かったら教員になれるってことじゃないですか？正式に違いますかね。教員免許の取るのがあれか、うん、その前にテストみたいなのあるさ、教員って実習みたいなものですか、うん、臨時は何なんだろう。わかんない。私もよくわかんないんですよ。なんかあの私の塾の先生もあの教員目指してる方がいて、前の話だから全然あれふえなんですけど、教員採用試験受かる前に学校でなんか授業持ったりしてた。これ実習とかではなくて臨時でもやっていいんですかね。教員免許持っていたら OK で、採用試験で採用されるかもしれない。あー、別でまたあるんですね、うん、そうそうそう、あると思う。たぶんまあ、よくわからない。難しい。難しいな。あー、もうお腹すいたな。今日朝飯食ってないんだ。今日私の朝ごはんはマックのチキンクリスプ。あ、いいね。100円で昨日買ってたんですけど、うん、私今日気づきました。何が？それ食べたら絶対お腹痛くなる。そうなの、うん、今お腹痛い。まだちょっと違和感あります、うん、前もあったんですよ。何回かあるんですよ、私マッククリスプ食べて。裁判起こしてですから。手強いの相手は。そうだね、デジってこれ。じゃあミノリズムいきましょうか。はい。マックの新しい CM 見ました。マックシェイクの沖縄の方言使ってるんですよ、マックシェイクの CM。 うん、ハイタイアチサヌ。マジでちょっとイラッとくらべ。かわいい。そう、かわいいんですよ、すごいモデルの子が。時刻8時37分を回っていますよ。 FM ギノアンからモーニングエイト、火曜日のミーノがお送りしています。ということでミノリズムいっちゃいましょう。ミノリズム、ありがとうございます。遠くに一瞬飛んでいったかと思いましたね。シューッとね。はい。いやー、週末新聞にも大きく出ていました、イギリスがうん、EU 離脱。まああれですよね、もしかしたらまた選挙が、選挙というか離脱するのかどうかっていう。選挙やるんじゃないね、うん、またやるかもしれないですけど、とりあえずまあ離脱が決まったからといってすぐ明日からどうなるとかそういうことではなく、離脱するのにも 2,3 年はかかると言われているので、そんなにすぐには影響はないと思うんですが、でもいや株をやっている人はずっと読んでいたんですかね。日本円が円高、今だいたい100円とか99円、まあ、100円ぐらいだと思うんですけど、今からこのイギリスに旅行行く、イギリスというかこの EU 圏に旅行行く人っていうのはやっよっしゃって思ってますよね、絶対。なんで？日本円の方が、あ、高い。はい、円高なので現地の方で安くで買えるっていう、こっちで買うよりも、いいね。だから今から旅行に行く人はよっしゃって心の中で思ってるだろうし、ちょっと余分に買えちゃおうかなとか思ってると思います。私が去年末行った時は
1ドルいくらだったかな、120とかそれぐらいだったんですよ。ユーロもだからもうねそれぐらいしますので、どん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 下がっていっちゃうのかな。でも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 ですよ、海外の人は大変ですね。これからこれから日本に来る海外旅行者、まあそんなには変わらないのかもしれないけど、でも少なからずどっかで影響は出てくるんだろうなと思うとね、このいやいやですよね。ちょっと、中国の、あの爆買いっていうのが今ちょっとブレーキがかかってきてるので、これから日本が、目をつけていたところが実は欧州だったんですよ。ヨーロッパの方、ヨーロッパにちょっと目をつけていたのにここで円高になっているので、そこからまあ海外から旅行のお客さんが来てもあまりこの贅沢はできないのかな、贅沢する人もしかしたら少ないのかなっていう感じ、まだわからない。これはみんな予想、みんな予想そうなんですよね。でこの中国人も実際にこのインタビューではお金今ちょっと使うときは考えるっていうふうに言ってましたね。実際この EU が離脱したことによって円高になっているので、いやちょっとなんか前みたいにいっぱいは使えないよねみたいなことをちょろっと言ってました。中国語不自由で無理ですよね、無茶ぶり。中国語で振らないでくださいよ無理ですよそんなの。でも海外に行く人は絶対にこれは見ますからね、円高とか円安とか、そうです、絶対に見るから、自分の財布と相談をして、そして両替するときは空港ではなく、沖縄にいる方へのアドバイスなんですが、北谷町のエクスチェンジで買えると、まあ割と安くできますので、これをおすすめします。でそこの人と相談してください。それが一番いい。いくらに買えるとか、今レートどんなですかねとか、プロですからあっちは。空港で買えるよりも、海外に行ってそこの現地で買えるよりも、沖縄の北谷の方で買える方が割とお得です、っていうことをお伝えしておきますまあどうなるか分からないですけどね、この後 EU がイギリスとまたコココッと囲っていくのか。はい、以上みのりずお伝えしました。いいなあ今から海外に行く人。旅のもやめる。シェルビーリン、キリン、カイン、キリンもう中国語で言ってキリン、あるよで言って、あ、じゃああるよ、中国語あるよってでしょミノノミクス、みの二の腕柔らかいってよ。二の腕、うん、私硬いんですよ。マジ自分で言うのもあれだけど、硬、うん、い方だと思う。筋肉質なのか。筋肉はないと思うんですけど、硬い、前肉がない。あと紹介しよう、はい、なんか絶対私硬い方だと思うんです、うん、友達が柔らかい。さっき二の腕もみもみしてた。よくやるよね。はい。癖だの。癖かもね。プラス今筋肉痛で気持ちいいんですよね。そう、揉まれたら気持ちいいとか格段発言してたしね。衝撃やったな。いやもう足の裏とかも毎日自分で押します、ツボ。しかもこういうところで。痛く電球取りたいですもん、あのマッサージ師の。取りたい。ジュースおごるからやって。ん？ジュースおごるからやって。ジュースおごるからやって。軽い。で私のお母さんがマッサージ上手で。うん、肩とか。いいね。ピンポイントで入るんですよ。いいね。パーみたいな。
正解。子供仕込もうかな。子供にやってもらえますか。足の上に乗ってって言います。足の上じゃなくても腰とか背中にのす立たせます、うん、あれ怖い、怖くないですか。私小さい頃にお父さんに乗ってって言われて、うん、恐る恐るでしたもん。あ、子供でもね、上の子は大丈夫、下の子がちょっとヨロヨロしながら、うん、下の子はもう軽すぎてさ、あんまあれだわけ。へえ、怖かった。あれだって足場悪いですもんね。マスオさんがさ、リフレはいいよ。リフレって何？リフレって何？で、二の腕の硬さがおっぱいの硬さと同じらしい。本当かな、これ。よく言うけど。これね、よく聞くけど嘘だと思う。俺の二の腕とおっぱいは。おっぱいは硬いぞ。二の腕の方が柔らかいよ。いける。ハンドリフレで手荒れを解消したことがある。リフレって何？マスオさん、ハンドクリームの名前あったっけ。そんなのあった。なんかこの前どっかでこの単語聞いたな。そうだよ、日本への旅行者が減っちゃうんだよ、円高になったら。そっか。じゃあ、行きますよ。はい、紹介してくださいね。すがすがしい曲でしたね。シェルビー・リーのキリン・カインドでした。じゃあメールを読みましょう。時刻は8時46分を回っていますよ。メッセージ紹介していきます。今日もおかしな銀のトロンボーンです。さっきもご紹介しましたが、やっとですよ、やっと今日のやっと今日のテーマのメッセージが届きました。ありがとうございます。本日のテーマ、寿司。寿司の好きなネタはやっぱりイカかな。ほら出た。あと家で作るバラ寿司、うわ美味しい。やばい、見て、大きいアリンコがいる。私のプリントに今びっくりした今。あれ食べれない。あ、ごめんね、銀のトロンボーさん。寿司の好きなネタはやっぱりイカかな。あと家で作るバラ寿司もいい。バラ寿司、バラ寿司、卵焼きの刻んだものと紅生姜、刻んだたくあん、焼いて刻んだ魚肉ソーセージ、刻んだナルトかまぼこ、うん、酢飯に混ぜて最後に食べるときに大葉ときゅうりを刻んだものと混ぜて食べる。え、なにこれ、おいしそう。あ、めっちゃおいしそう。まず絶対もうやめてほしい、歯ごたえいい。おいしそう。あ、すごい、なにこれ、初めて聞くよ、ばら寿司っていうのがあるの。ちらし寿司とはまたちょっと違うね。ね、うん、おいしそう。あ、もう私だって刻んだたくあんって聞いた時点で、あ、もう美味しいと思ったもん。たくあん大好きだから。へえ、美味しいよーって銀のトロモさん、ありがとうございます。あ、やってみたいかも、これちょっとしたなんかパーティーとかにいいかもしれないね。いいね、うん、ありがとうございます。やっぱりね、イカはね、わかるよー銀のトロモさん、私もイカ好きよー。メッセージありがとうございました。こちらも紹介しましょう。みーのおはよう、山内おいっす。エコザイル出すよ。シースーは大好きだけど、回らないところ行けるほどセレブじゃないな。一度でいいから行ってみたいな。嫌いなネタは多分ないはず。ほうほう、好きなネタはウニと中トロ漬けカンパチって。てんてんてんってことはまだあるんだな。あ、小肌やシンコ、イカとか小イカとかの本物の江戸前食べてみたい、かっこマジで。はあ、はあはあはあ、ミノのおかげで寿司食べたくなってきたーって。うん、あ、しゃあない、あとでスーパー寄ってマグロの特売品あったら漬け作ろう。ほう、漬け自分で作るの、すごいね、すごい。へえ、自分で作るんだ、すごいね。私漬けで言ったら大東寿司が好き。うまい、あれはマジで美味しい。最初に食べた時びっくりした
したの？衝撃的でした。ビビる。一応あのシャリは大きいんですよね、ネタと比べると、うん、だけど漬けだからものすごい味が染みてるし、なんといってもそれについてるわさびが本当に適量ですよね、ツーンってくる量もレベルがちょうどいい。食べたくなってきた。食べたい本当に。あ、今日これ聞いてる人はもう寿司だな、寿司だな、分かってるぜみーのは。小猿さんいつもありがとうございます。今日もお仕事頑張ってください。こちらも紹介しましょう。おはようございます。私は若い頃月1回のペースで寿司屋の寿司を食べるのが趣味でしたよ。今は閉店間際の半額の寿司ですけどね。ほう、月1回のペースで食べるのが趣味、贅沢な趣味だね。沖縄の寿司は食べたことがないです。そちらに行きますとソーキそばやチャンプルーを大体食べますから。暖かい地方の魚は刺身にすると美味しくないと聞いたことがありますが本当でしょうか。一度そちらで寿司を食べてみたいです。こちらは奈良のクニエさんからのメッセージでした。ありがとうございます。これよく言われますよね、沖縄の人もあの内地で食べる寿司とか刺身が美味しいって言います、ね、ああでもこれ私もそうだなと思いましたね。九州と東京に行って寿司刺身食べたことあるんですけど全然違うね。もうびっくりした。私さっき言ったイカとマグロしか食べきれないけど、九州に行った時に福岡行った時だ、刺身食べて、ああこんなに美味しいのと思ってびっくりした。他の魚の、私他の魚の刺身食べれたんですよ九州で、ああこんなに美味しいんだと思いましたね。びっくりした。でも沖縄のはやっぱちょっと違う、全然違う。まず魚の種類が違うしね、はあ、全然違いますよ。でも沖縄に来た時はせっかくだからイラブチャーとか刺身食べてみてくださいね。メッセージありがとうございます。曲一曲お送りしましょうか。山下達郎、アトムの子。まだまだあれじゃないか、メール。いつあります？これじゃあ、あれにしてもうエンディングいきましょうか。はい、みんなメールさ、うん、2つ行ってで、あれまでお知らせまでいけないから、はい、その羽衣の祭りを生中継するんだけど、はい、そのさらっとでいいから、1枚目 OK です。さらっとでいいよ。もうメール読んであと1分ぐらいだったら言わんでいいからさ。はい、はい、おー、リズミカル、リズミカル、いいですね。メッセージ紹介しましょう。ギノトロモンさんが、あのね、先ほどラーメンも好きと言ってましたが、本部町にある寿司屋、大鷲っていうのもあるかな、このこれ、うん、大鷲っていう寿司屋では、そこの握り寿司、ラーメンで1000円以内で食べれますよ。多分今も変わってないと思いますって、うん、ちょっと検索したらすぐ出てきよった。そう、うん、出てきた。すっごい美味しそう。ありがとうございます。この情報はすごい嬉しいですね。はあ、うん、行ってみたいですね、うん、元部長の大浜ってところにあるらしいですよ。大浜、うん、大鷲寿司というお店の名前だそうです。わあ、寿司美味しそうだね。贅沢じゃないこれ、大きいよ結構。メッセージありがとうございます。そしてこちらお知らせなんですが、第39回羽衣祭り特別生放送、今年もこの季節がやってきました。羽衣祭り、なんと FM 宜野湾がこの羽衣祭りで特別放送しますよ。よっ。放送日が8月の6日土曜日夕方5時から
夜の9時の4時間の生放送です。初めての羽衣祭り特番です。お楽しみに。この FM 機能羽衣祭り特番はスポンサーも大募集しています。詳しくは FM 機能のスタッフまでお問い合わせください。スポンサーの締め切りは7月25日となっておりますよ。お早めによろしくお願いいたします。私羽衣祭り行ったことないから、ぜひ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 行きたい。今年は行きたいですよ。皆さんもぜひ足を運んでくださいね。そしてこちらも紹介しましょう。メッセージです。なんだこんだでアナコンダです。皆さんおはゆいゆい。正月とかにスーパーででっかいお寿司の入れ物を持った人が駐車場でそのお寿司の入れ物をバーンとひっくり返した時って、自分には関係ない人だけど一緒にキャーって叫びそうになるよね。3週間くらいメール送り損ねたアナコンダでした。私気づいてたよ、アナコンダさんメール来ないなと思ってた。でもこれは悲惨だな、ちょっと悲惨だな。せっかく買ったのにね、残念だよ。よくあるよくある。そして銀のトロンボンさんもまたメッセージ来てますよ。ありがとうございます。沖縄独特の寿司ネタはシャコじゃないかなって。シャコね、なるほどね。だそうですよ、奈良の国枝さん、沖縄に来たら会員の仲間のシャコ食べてみてください。あー、銀のトロモンさん情報ありがとうございます。ということでお送りしましたモーニングエイト、この後も FM 機能でお楽しみください。 See you next week。 バイバーイ。音楽が切れたね。切れたね。5秒を残して無音になると。シャコってあのシャコじゃなくて貝のシャコらしいですよ。うん、シャコ貝のシャコ。羽衣祭り行きたい。どうする、ゲストで来る？うち MC なんとなく決まってるわけさ。あ、本当ですか？ゲストで来る、マジで。私ゲストですか？ゲスト、ゲスト。あの、なんだっけ、あのジャンボがあるよ。あ、みんなで行こうかな。じゃあ、あ、いいね。今月で一応終わるんですけど。ん、今月で終わるんですけど。ジャンボがある、はい。あ、そうなの。一応もう CS のテレビ番組に